皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。今日からやるゲームはこちら、ゴーストワイヤー東京っていうゲームです。なんかね、東京の街がやばいことになるらしいんですよ。で、その街をまあ俺が救うみたいなゲームなのかな。いや、ぶっちゃけよく分かってないんですけど、まあ楽しく今からやっていきたいなと思います。それではニューゲームやっていきましょうか。スタート。まあ内容はノーマルでいいでしょうかね。なんか一番やばいのがあるんですけど、まあノーマルでいきましょう。まあ、大体のゲームはノーマルでやる俺は。さて、追加コンテンツがなんか付与されました。だってなんかありがとうございます。2章まで進めようだって。さあ、ここはどこ。おお、なんか渋谷が舞台なんだっけ確か。渋谷なのかなここって。いきなりなんか車が燃えてますけど、なんだこれ。絶対絶命都市館みたいな災害があった。いやでもゴーストって言ってるからお化けだと思うんだよ。さあ渋谷、これスクランブル交差点こんなんだっけ。違うよな。さあサラリーマンとかもいっぱいいるし、事故ってるよな車。誰だこの人、これ。俺、いや違う。いやーと、なんだ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 、なんかぶつかった。くそ、生きてるやつは無理なのか。なんだ生きてるやつは無理って何。ねえ、ケル、ケルシマウ、ケルシマウ助けてくれ。あいつなら、あ、死体に取り付くみたいな。なんだ、なんか変な霊体みたいなやつかな、がお化けの中に、死体の中に入ったよね多分今。タクシー燃えてる。え、何があったのこれ。いや大事故が起こったのかな。さあ、109みたいなバイク事故で事故って死んだ人の中に俺が入ったのかな。違う、うつ、いや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 、事故ったよ、体痛いっす。はい、斜め掛けのバッグ持ってたすごい下まつげくっきり。何、なんか事故があったんだろうな多分これ。これ今鏡か。あ、これが俺、サイドミラーだよね多分。いや顔半分黒い。え、なんか服だけ落ちてるその辺。あ、人いるか、びっくりした。全部人消えたんかと思ったら。ちょっと大丈夫ですか。大丈夫ですか。いや動かない方がいいって。大丈夫、救急車、救急車呼んでるから。いい人たち。あ、顔、顔、怪我してないの。なあ、全然電波来ねえんだけど。県外電波来ないんだけど。うぅ、顔がやばいって。うぅ、うぅ、逃げた逃げた、怖いよ怖いよな。え、何、手から変なやつが。何、なんだこれ。え、生きてやったのか。なんだ、なんだよ。おい、寝ぼけたガキ、この体よこせ。なんだよこの声。この体よこせって。のっ、そんな都合よくはいかねえか。なんかに乗っ取られかけてんのかなこれって。何これ。うわー、さっきの若者たち、いい人たちだよこの人たち。うわー、なん、え、待って、服になった。何心これ。俺もー服だけに俺はならんかったね。何これ、なんだ今の風は。ほらその辺に服散らばってるよね。俺は中にいるんだ。このぐらいなんとか耐えろ。だろな。なんだ。何？チュートリアルかなこれ。なんか何？幽霊？なんか歩いてる、傘差してる。来る。喋んな。リアルだなこれ。喋んな。隠れる。隠れる。あ、隠れて。俺隠れて。いいから今は言う通りにしろ。なんだろうこの頭の中に響いてくる声。はい。車裏に。隠れてんのそれ。練馬ナンバーですね。首ないよね先頭の人。傘さしてる半透明の人が何してんのあれ。叫びたくなる。え、何般若のイラスト。あいつ呼べなくて、ハンニャさん、ハンニャの仮面をかぶった人。魂よ聞け。渋谷こんなことになってんの。
私だけが君たちを救える。君たちの魂は純化され、やっぱ渋谷駅来たるべき世界の礎となる。すでに器は整った。それは魂の住まうべきところだ。どういうことでしょうか。さあ集え。え、うわ待って、消えた人たちがなんか出てきたけど。良き終わりはそこにある。さっきの若者たちもみんなこの霊体になったんかな。え、なんかキューブにいられた封印。え、呪術廻戦の五条先生みたいな感じでボックス入れられちゃったけど、何バレたる。隠れて隠れて、ヒッて隠れて。え、怖っ、これ何こいつら。え、みんな消えちゃって死んじゃったのこの辺の。これスクランブル交差点自体はちっちゃいよな、ここ。なんだよあれ、めっちゃ燃えてるけど、どうすんだ。あと後ろ行く。うわっ、何足が。何言ってんだよ。逃げるよ、帰るよ俺は。おい、抵抗するな。うわ、痛い、足やめて。俺のもんだ。おい、お前はさっき死んだ。死んだ。俺が出ていけばお前は終わる。そんな。かわいそうに、顔半分ないもんな今。お前に選択肢などない、俺に従え。僕にはやらなきゃいけないことがある。何あんの、やらなきゃいけないことって。ねえ、え、妹、お母さん、やらなきゃいけないこと。お姉ちゃん、誰かが入院してるのかな。うだうだ言うなら他を探す。やめて、お前は終わりだ。死にたくない。他誰もいないぞ。消えちまうとか言ってたもんね、こいつも。悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。抵抗するね。そうかよ。え、だったら力ずくで奪うまでだ。うわー、首を絞めて。おー、頑張れ俺。自分自身に首絞められてる。消えてもらおう。手すごい、何の。せめない。自作自演してる人。抵抗強いな、抵抗し。仕方ねえ、まずは付き合ってやる。なんだ。だが忘れるな、お前の命を握ってるのは俺だ。顔隠さないとな、とりあえず。まだ骨るようならお払い箱だからな。分かったら早く進め。差しするな。とりあえずなんか追っかけなきゃいけないんだよね。ぶっちゃけこのゲーム 何が目的なのかは全く分かんないんで、まあ、渋谷の街で起こったこの事変をな、なんかすんのかな、これ なんていうゲームの。さあ最初第一章始まりました。あ、移動して、あ、一人称してんだこれ。やべ、めっちゃむずいの一人称して。動きがぎこちないが。いや、ぎこちなくなるよそりゃ。え、なんかすげえ広告いっぱいある。光家、あれ渋谷駅ハチ公のとこだ、ここって。違うか？どこだろう、ここ。めっちゃ燃えてる。とりあえず歩いていきましょうか。ん？どこ行ったらいい？これ。なに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 ？さっきの、サラリーマン、顔が見えないサラリーマンさん。これ死んだらサラリーマンたちだよね。おい、顔のないサラリーマン。なーに？怖い！なにか、この手光ってるけど。俺の指示に従え。はい、はい、何したらいいですか？戦うんですかサラリーマンと。敵はサラリーマン。いや、どういうゲーム。コイヒーフン、あ、いいフン、あ、強い強い強い、フン、相手の攻撃はフン、ガード L1 ガーンフン、フン、よし、はいはい、え、L2 で勝負、フイフイ、オラ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 、俺は強えんだよ、負けねえぜ俺。何これ、ふんふん、はあ、あいつらにやられていたってことだ。分かった。ねえ、ジャンプとかできる。車の上とか乗れないのこれ。乗れないな。ほら見て、ニュースやってる。病院を目指せ、人体消失、マップ開け。俺なんかごめん、マップここどこだよ。皆さん渋谷って詳しいですか。
いやこれツタヤだよね多分ここって。あっあっここ分かる分かる分かる。それもそうだな。スクランブル交差点ここ。やっぱあそこ八甲。先にお前が話したら教えてやるよ。とりあえず行くか。俺よくここから出るもん。ここここの改札から出る。駅改札で駅のとこから。なんかキリキリに近寄れない。話に戻ろうか。ねえ。あんたは何者なんだよ。とりあえず。先にお前が話したら。こっち調べるか。なんかコントローラーがめっちゃ喋ってんだけどさっきから。それにしても広い景色だ。ここまでとはな。なんだこれ。これバーガーキングみたいだ。見て。ブーブーバーガーだって。ブーバー。マクドナルドの親戚かな。これ渋谷なのかっていう。みんな渋谷の街歩けるゲームです。汚ねえなここマジ。渋谷 VR 旅ちょっと掃除した方がいいよこれ。ねえ坂本剛だって。なんか聞いたことあるな坂本剛。坂本剛やで。ねえ、えすげえこれ。え ON だって。 AU ショップみたいな感じする。なんか見たことあるような、そしてないような地形ですね、ここ。うわ、渋谷のここ、俺、歩く、ここ。めっちゃ歩く。とりあえず、いろいろ見たいんですけど、インターネットカフェ。ジンベイ、俺、マンボウだろ、多分。なんか、いわゆるダッシュあるな。走る。データベースで新しい項目が追加されましたって。ここが、何これ。これ、病院ここ。渋谷中央病院。ここだ。顔隠した方がいいんちゃう、俺。なんか塞がれてる。これゴミ？え？浮いてるけど。向こうの世界の物体がこちらに干渉している。何向こうの世界って。ものは試しだ。うん、触れてみろ。触れてみろ。触ったらいいの。なんか手光ってんだよ。かっこよくない俺。打撃？ふっ。ゾウ。ふっ。あ、壊せた。ふっ。お前でも力は得られるみたいだな。ふっ。これ壊せる。ふっ。エーテル結晶体とエーテル。エーテル結晶体はエーテルショットとか打撃で壊すことができる。破壊するとエーテルが出現する。エーテルを取得すると霊力。攻撃するためのエネルギーを回復できる。エーテルは敵を倒した時も出現するぞっていう。なんか、ふん、はぁ、へぇってなんか飛ばすやつあるけど、あれを使うちゃうと、なんかダメなんだね。ちょっとドリンクを見とこう。ねえ、緑茶、オレンジジュース。だからこれかわいいな。クーの親戚ね。フーや、フー。はははは。ねえ、これ何？タットミマックス野菜だって。やばい。はい、じゃあ病院に入りましょうか。病院が。あれ ?L2 か。入ります。誰もいねえけど。ミッションクリア。人体消失。ふう。それは経験値獲得。病室は4階だったな。やばい、妹絶対おらんやろ、これ見て。だって見てよ、これ。この辺。でも俺ちょっと一つ変なこと言うけど、パンツとかはないね、みんな。下着は落ちてないで、みんな。パンツ落ちてないで、服しか落ちてないで、みんな、あれやな、ノーパンやで、多分。ね。さあ、ちょっとどんどん見ていこうか。あ、なんかある、自販機。あっ！自販機ぶっ壊したけど、俺。お会計。それ、病院って受付と会計分かれてるもんな。何ここ。ねえ、富士屋マートだって。へぇ。これもさっきと同じ若コーラがいっぱい売ってる。若コーラ。ねえ。わからん。なんか、なんたらか、かんたら生ビールが売ってる。なんかある。ジャンプみたいなのもある。見て。大根勇者。大根持って戦う勇者の物語なんでしょうか。すいません。ここどこっすか？何？なんかおる、また！あ、箱だぞ。あれさっき見た箱だ。モンスターボールみたいなやつ。出た。キューブ。顔のない女子高生が。あいつら。何してんの？何してるんだ？何？ああやって体を失った魂を集めてるんだよ。魂？何のために？あの世に連れ去るか。え？そのまま自分たちの餌食にするか。あの世に連れてく？死神的存在なん？あの魂は救われない。助けてあげたいけど俺。止めなきゃ。どうやって助けんだろうこれ。倒すぞ。ふう。待て、あいつらはまだこっちの存在。立つな。はい、しゃがみます。見つからないようしゃがみながら背後に近づ きます。はい。いや、女子高生あっち歩いてた背後。ふふふ。ふう。
艦長みたいな。艦長、あー艦長来た。あー顔怖い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 。やったぜ、レベル上がった。それでいい、恐れずにやれ。お前もスキルポイントプラス10だって。何スキルポイント。さて、シンクロレベル、経験値を貯めるとシンクロレベルが上昇する。シンクロレベルの上昇時には体力最大値が上昇、霊気のポイントも獲得できる。霊気ポイントはゲームメニュー内の霊気画面で霊気を、使用するために使う。だって、あ、来た、霊気の取得だ。シンクロポイントをアップさせて霊気ポイントを得られることができる。現在のポイントは霊気画面で確認できて、消費して霊気を習得できる。霊気ツリーのロックはマガタマによって解除できるぞっていう。どういうことやろうか。それだから解放するか。新たな霊気、早、竹早チャージショット。竹早チャージショット。風属性 ATL ショット。これか？あ、竹早1。LR2 の長押し。ダーンっていう。ねえ。これ覚えることできる。よし。来た！いいぞ。覚えたぞ！ねえ、なんかいろいろあるんだ。なんか風属性とか、なんたら属性とか、全然分からへんわ。ごめん、これ。うん、いろいろある。いろいろあるみたいですけど。連射性能の高い風属性のエーテルショットを打つことができるようになるってやつ。ねえ、まあもう打ててんのかこれ。で、スキル速度上昇15スキルポイント。結構いるんだね。妹の病室へ迎えですね。ちょっと待って。よし、行くか。マレビトが多い。なんだマレビトって。さっきのやつら、リュックサックですね。なんかいろいろあるな、これ。さっきの女子高生、どこ行ったんだろう、女子高生。JK たちよ。なんか落ちてるこれ。え、家族へのメッセージ。大丈夫よお母さん、私は病院にいるからここなら大丈夫だと思う。大丈夫じゃなかった。やっぱなんか世界がなんか ぶっ壊れてんのかな、ここって。何かあったんだろうかね、本当に。この渋谷、このね、渋谷で起こったね、出来事を解決するため、解決していくっていう感じのゲームだと思うんですけど、まあまあとりあえずストーリー通り行きましょうか。さあ、女子高生の霊がね、上に登っていったのを見たんだけど、どこ行ったんだろう。怖いよね、なんかめちゃくちゃ怖いけど、これ。これ、これ何のカバンやろ、これ。フレッシュ、フレッシュ、マスバーガーだって。なんか似たようなバーガー聞いたことあるな。ねえ、さて、病院、なんか健康診断とかさ、予防注射以外できたことない。なんか、来た、たまった。ボーン、一撃。何、引き抜いてやれ。ガン、かっこいい、上出来だ。女子高生やれ。奴らの心臓みたいなものだ。ほう、引っこ抜けばひとたまりもないさ。女子高生を引っこ抜けるんだね。さあ、町内会の知らし、町内会フリーマーケットのお知らせ。サイズが合わなくなった子供服、余った食器類など売る、使わなくなったものがおうちに眠ってませんか。持ち寄って売りましょう。物を弱火にせず末長く使いましょう。長く使いましょう。いいね、大事だよね、みんな。リサイクルというか、物をいっぱい、こんな飽和してる時代ですからね。まあ、行くか、とりあえず。なんかある。なんだ、何か若コーラゲットした。食べ物がある。若コーラ。こんな時だからな。ねえ。若コーラ。体力に、食料により体力回復。長押しで食料を食べることができる。体力回復。また食べることで体力の上限がわずかに上昇する。だって。とりあえず、妹に会いに行こう。気を抜くな。なんかいる？エーテル結晶体で補給をしておけよ。ふう。ふう。ふれ！全然攻撃が当たれへん。どこ行ったあいつ。ふう。おい。おい、なかなかお前しぶといな、お前。ほい。やばい、いっぱい来た、いっぱい来た。やばいって。JK 来た、 JK 来た、 JK 怖い、 JK 怖い、 JK お前、 JK パンチ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 。やばい、死ぬ、食べよう、ご飯食べよう、ご飯食べよう。うまい、ご飯、飯うまい。若コーラ美味しい。ちょっと待って、数多いんだって、いきなり。いや、 JK 可愛いね、 JK、 JK ちょ、顔のない JK よ。命よこせ、命もらいさん。ちょっと待って、いきなりなんか結構厳しいな、このバトルが。はい、とりあえず一体ずつ処理していきましょう、確実に。はい、まだいる。やべ、危ねえ、 JK よ。よし、 JK 吸収。
怖え女子高生これから俺女子高生見ると怖くなっちゃうわ。急に蹴られるかもしれん。女子高生殴らないでよね俺のこと。ほんと怖いっす僕ねえ。さあちょっと探索しましょうか。ん？なんか岩。あーあれ椅子か。いいっすね。なんか開けれる？これ。はい。来た。ふん。来たぜ。味噌汁かっこアサリだって。アサなんかめっちゃ袋、コンビニの袋めっちゃ開いてるけどこれ。ほらアイテム一応見れる見て。イナゴっていう。顔どうなってんのこれやっぱ。やっぱ顔、事故って顔半分そげてるよねこれ絶対この子って。ねアサリの味噌汁。美味しいやつ。よし。このゲーム一人称視点で手だけフンフンフンって動いてる。めちゃくちゃおもろいけど。ね手のフンフンフンって感じが。よし。さあ先行こうか。妹の場所とこまでもう少しだ多分。俺は妹に会いて。食料食べろ言われてるから食べるみんな。はい。いただきます。マックス 0.4。うめえ！飯は食おうみんな。めっちゃ服落ちてる。カバンと服。嫌な気配がする。なんだ？なんだ？やばいよなこれ。嫌な気配がする。怖い。ちょっとしゃがもう。怖い。私怖いわ。やばいっす。怖いよー。マジで。ナースセンター。なぜ？ナースさん。ねえ、僕を治療してくれませんか？いないいない。ナースさん好き。開けようここ。お邪魔します。すいません。ナースさんいますか？なんだこれ嬉しいさ。ふん飛ばしちゃった。無駄飛ばし。ここ開けれたりしない？なんかどっか。さっきなんか開けれるコマンドだったあったよね。あ、これか。見る。院長宛てのメモ。手術室で大和田さんを見つけたとき死ぬ間際に女が見えると繰り返しつぶやいてました。そして私にも影のような女がはっきり見えたのです。マスクをつけた後ろ恐ろしい姿でした。あの手術室は封鎖してください。あれから私は女の影を何度も見てます。他にも見てる人がいるんです。患者さんに噂されないうちに立ち入り禁止にしましょう。お化けが見えていたってことなのかなこれ。待ってこのゲームマジガチホラーゲームなのマジやめて。俺怖いの苦手なのよ。羊羹で食べよう。羊羹、小豆で作ったあんを寒天で温めた和菓子だ。日本茶とよく合うスイーツだ。俺羊羹好き。うまいよな羊羹って。閉めとこう。さあ先行くか。ここいや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 、気をつけろ。何今ビビっちゃった俺。何気をつけろって。しゃがんとこ。とりあえず俺はしゃがむ男だいたら。え、これ食堂ここ。ねえ、なんかめっちゃ雑誌ある。シンギュラリティ最新テクノロジーって書いてる。ねえ、全部同じやつ読んでる。え、多分ご飯食べてる途中の人もいたよ。カレーうどんじゃなくて普通のうどんだ。みんなご飯食べてたんかな。うどんしかなくねここ。ねえ、みんなご飯食べてた。食堂のメニューどんなあるの。見てほら、かけうどん、麺プラス丼セットとかいっぱいある。俺カツ丼頼むな。俺こういうとこいると大体、チャーハンとかカツ丼とか食べる大体。何ここ、キッチンですね。キッチンなんかあるのここ。いやもう怖いっすわー。炊飯器だ。こんなちっちゃい炊飯器で賄えんのが。さあ行きましょうか。開けて開けて。うん、キョロキョロあ、なんかめっちゃ書いてる。新型ウイルス感染防止による面会制限の実施だって。やっぱそういうのあるんだね。やっぱこの世界もやっぱウイルスなんだよ。いえ、なんか今、なんか見えたよ今影が。え、怖い。誰？誰もいないんじゃないのこの世界には。でっかい袋がある。なに、空袋持っとんかこいつは。行くか先へ。オラオラ行こうぜ。オラオラ、なにこれ。これ清掃のやつだね。清掃のいつもありがとうっす。もう怖い。赤いの。なんか手術室で赤いを、あ、うん、なになになに、なんか燃えてる女子高生。いや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 、うん、やん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 、怖い、怖い、やんやん怖い。何今の手術室。なんか燃え盛る火炎の中、女子高生が助け求めてたよね今。何なのここ、やだよもう。前行くよ俺は。ベッドだ。よし、さあ
行きましょう。ドキドキする。すごい音だ。また燃えてる！大丈夫ですか？人が。え？妹あれ？ちょ、妹さんですか？そう、病棟。看護師の申し送り。で、病室移動です。ねえ、405、隣室より騒音。4110、水道の出が悪い。417、お兄さんからお花、花瓶を用意。ねえ、417かな？お兄さんで多分俺やろうから。うん。妹だ。あれ妹だよね。ちょっとビーム打っとく。ヒュッ。燃えたー！何？おい！マリー！やっぱマリー。目に見えることをすべて信じるな。なんかめちゃくちゃ俺の守護霊みたいな感じになってるけど、マリーってさ、マリちゃん、めっちゃカバン落ちてる。これあれだろうな、本当お見舞いとかに来ようとしてた人たちとか、ねナースさんだこれ。看護師さん、うん、パリピっぽい服もあるし、ねえ、お医者さんの服もある。なんだ、ムービー？うん、怖いっす。来た、やっぱ417、伊月まり。主人公、伊月あきとかな、多分名前じゃ。ワクワク。お邪魔します。なに？え、なにここ？ドア。の抜けたらそこはわからへん。いや、痛い、そこ怪我してるからな、さすがに。どうしたらいいっすかこれ。誰お前、あれ妹なん？ハニヤこいつ。生きながらにしてあちら側と接続されて、まさに理想的な観測者だ。なんだこいつ。計画は完全となる。こいつはあの渋谷で魂を先導してたやつだよね。妹がなんかすごいやつなの。誰だ。俺だ。俺大ダラだ。怖い怖い怖い。ん？うん？もう一人。もう、おう、あ、やべ、体の中のやつバレてる。お前は誰これ？おじさんやん。愚かな。あ、振り仮名吹いてくる。振ってくれてる。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。誰このおじさん。カバンおそろですよね。今度こそ逃がさねえ。これが俺の体に入ってるおじさん。興味深い。だがお前は後回しだ。カバンおそろやから多分適合できたやろな。何、妹触んなお前。そうか、お前の。アンゼルナ。なんだ。私なら彼女を救ってやれる。え、治療してくれるんですか。わあ、ふん。いや、何、砕い刺された、何、鎖、何、いろいろ、がんじがらめ、助けて。どうして後ろに。いや、違う、別のやつや。犯人じゃない。え、仮面の人いっぱいいる。顔怖っ。いや、何、忍び？忍者ゲーム？もしかしてこのゲーム。あ、いえ？何、なんだ？もう、ゲームオーバーやない？これ、完全に。あっ！ちょっと、ああ第一章。死。俺のカバンが、カバンも貫いたで。妹が、何この黒服の反逆お面集団。マリー、え、これからどうなっちゃうの俺。え、全然わからん。ここあれ、うん、また顔は相変わらず半分黒い。いや、彼岸花がすげえ咲いてる。何もしなければな。お前はお揃いのカバンの人。呼吸一回分で終わりだ。いやだ、まだ死ねない。一つだけ綺麗な景色ですね。
体をよこせ。え？妹は助けてやる。体をよこせ。あんたを信じろってのか。俺の意識はどうなんだろう。無理にとは言わ。このままお前は死に、妹はあいつに蹂躙される。それだけだ。僕は消えるのか。さあな。祈れ。どうなんだろうね、主人公の意識は。逆になるのかな。主導権はこいつで、頭の中で騒ぐのが俺になるのかな。僕は伊吹明人だ。伊吹明人、やっぱ明人くん。今更自己紹介かよ。まあいい。KK だ。KK。え？名前は捨てた。トタケケ？KK。DJ。マリオ。頼む。おお、入ってた。おお。俺の体が持ってかれたのか。あ、顔もなんか戻ってる。どっちだったんだこれ。あ、顔は綺麗になってよかった。病室。あれ、アキト？いや、さっきなんか変なとこにいたよね俺たち。どうなったんだこれ。あれ？体だけ治ってるこれ。妹いねえし。あったかいとこある？マリー。マリー？手はなんかまた相変わらず変な線が走ってる。こ、どうすんこれ。なんかリビングルーム。おはよう。ってね、グッドココ。俺は戸締まりしろってうるさいくせに。これだよ。ほら起きろ。ジェラピケがそのパジャマなあ、ガンで閉めたらあかんで。うん、ちゃんと優しく閉めよう窓は。ここどこ？すごいとこ住んでるな。マリ、え、あ、火事があったん。マリ、それでずっと意識不明なのか妹は。昔窓を閉めちゃったから逃げ損ねたんかな。おい、しっかりしてくれよ。あらあら、やっぱ意識逆や。元通りや。僕は KK 消えなかった。カバンも大丈夫、戻ってる。神様に感謝するんだな。うん、顔も戻ってる。うん、若干顔がイケメンだな俺。うん、チッター見られる顔になったじゃん。黙れ。で、体はもらっていいんだよな。やだ。約束はしていない。なんだこいつ。僕はここにいる。まあ俺はあげたくないけど絶対。これでまた、ああ、そうそう、元の。裏切んなよ。裏切んな、いや、やだ、裏切る。まあいい。居心地はだいぶ良くなったぜ。なんか変わったの？妹を連れて行った奴の居場所を知りたい。これまた次進むだね。大掛かりな儀式をやるはずだ。儀式？じゃあそこに行けば。テレビ2個ある。あ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。俺病院室わかんねえからな。はい、ということで、じゃあ皆さん今回ここまでにしましょうか。いかがでしたかこのゲーム、ゴーストバイヤー東京。妹を救うために、俺の体を乗り移ってきた KK と共に、伊吹明人くんは、この人がいなくなった渋谷の街を探検していくっていう感じのゲームだと思います。次回も、この、そう、幻影の都市を、冒険、探索していきましょう。はい。それではチャンネル登録したい方、チャンネル登録や高評価よろしく。次回もまた見てね。またね。おつぼよ。